大乗仏教大吾は伝統的にユーラシア大陸の中央部から東部にかけて信仰されてきた仏教の宗派。出家者に限らず在家者を含めた一切の主張の救済を掲げる仏教宗派の総称であり単一の派を指しているわけではない。大乗仏教は出家による自力救済を説く初期仏教の世界観、救済観を乗り越える形で形成。 発展されてきたという経過があるため、釈迦の教えそのものから変容している面があり、その特色は、初期仏教の内容と対比することでより鮮明になる。大乗仏教に分類される代表的な仏教経典としては、半若行、北家行、浄土三部行、華厳行、涅槃行、大日経、金剛頂き行などが挙げられる。日本の仏教の主な宗派は、 いずれも、大乗仏教に分類される。大乗仏教のうち、後期密教を含まないものを含む、もの、神座部仏教の分布図。経典言語の違いに着目した場合は、赤、パーリ語、木、漢訳、代々、チベット語に、ほぼ対応する。この地図には、図示されていないが、インド仏教とネパールのネワール仏教では、サンスクリット語の仏典が用いられている。 大乗は、サンスクリットのマハ・ヤーナの訳。け。大乗とは、偉大な教え優れた教えを意味している。パーリカミザブの文献やスリランカの師書に出てくる方、頭部あるいは方向部という言葉は大乗を指していたと、推定されている。症状という訳語は、ブハブッテ典には、クドンソがダイバによる、漢訳、ゾウイチアゴン行に一例だけ見られる。 大乗仏教は、紀元前後に起こり、一世紀末にはほぼその姿が、はっきりとしていたことが通説となっている。大乗仏教が発祥した背景としては、様々な説が唱えられているが、部派仏教への批判的見地から起こった側面があると、されている。つまり、自らが悟りを開いて、荒間になることを目的とした姿勢を、利己的と批判し、症状と下げすんだのである。 大乗仏教を体系化したのは、2世紀から3世紀に活躍した龍樹であり、大乗仏教の基盤となる、般若行で強調される、空の概念を説明し、諸州派に影響を与えた。龍樹の思想をもとに形成されたのが、中間派である。さらに、4世紀に入ると、瞑想を通じて、心の本質を見る、歪行有意識学派が登場。 中間派とともに、インド大乗仏教の二大流派を形成する。ユガ行有意識学派は魅力を外し、無弱と世心が驚愕を体制した。大乗仏教では、特に、繁野パラミツが、空の思想や菩薩のあり方とともに、重要な用語として位置づけられ、教説されたこと、如来増設が唱えられたことなどがある。これは、主張みな。 菩薩、一切主上主通仏症、生死即、涅槃煩悩即母提などの如来像思想や、釈迦が、前世において、生きとし、生けるものすべての苦しみを救おうと難行を、続けてきたというジャータカ伝説に基づいて、自分たちも、この釈尊の精神に倣って六波羅密の概念の、理解を通じ善根を積んでいくことにより、遠い未来において、自分たちにも、ブッダとして、 道を成じる性が訪れるという修行仮説や、死生観へと発展していった。そうした教義を明確に打ち出した教典として、下言行、北家行、浄土三部行、涅槃行などがある。自分の下脱よりも、他者の救済を優先する、利他行とは、大乗以前の仏教会で行われていたものではない。紀元前後の仏教会は、 釈迦の教えの研究に没頭する、あまり民衆の望みに応えることができなくなっていたと、されるが、大乗の求道者は、アラカンではなく、他者を救済するブッダになることを主張し、自らを、菩薩魔化札と呼んで、自らの新しい思想を伝える、大乗経典を、しばしば芸術的表現を用いて作り出していった。また、ブッダとは、 歴史上に現れた釈迦だけに限らず、過去にも現れたことがあるし、未来にも現れるだろうという考えはすでに、大乗仏教以前から出てきていたが、大乗仏教ではこれまでに、無数の菩薩たちが浄土し、シャバ世界とは別にある、多方世界で、それぞれのブッダとして存在していると考えた。この多くのブッダの中に、西方極楽浄土の阿弥陀如来や、 東方浄瑠璃世界の圧縮如来、薬師如来などがある。また、歴史的存在、肉体を持った存在であった、釈迦の教えがただそのまま伝わるのではなく、大乗仏教として主樹に発展を遂げ、様々な宗派を生み出すに至る。三法院などすべての宗派に共通する教義も多々ある。インドネパール、チベット、中国、日本地議を実質的な回想とし、ホッケ行を、 根本経典とする宗派。阿弥陀仏の極楽浄土に往生することを説いている。無料、受刑漢無料、受刑阿弥陀行の浄土三部行を根本経典とする。座禅を中心に置いた修行によって、内観、実践によって、神聖の本源を悟ろうとする。インドネパールチベット、中国チベット、日本大日如来を本尊とする深淵秘密の教え。 家事、祈祷を重んじる。根本経典は、大日経と、今後を頂き行。天台密教では、素質寺結羅行も重視する。紀元前3世紀、インド発の統一国家となった、マウリア朝の最盛期を築いた、アショーカオの時代。その保護の下で、インド全域に広がった仏教は、やがて西北インドから中央アジアを経由して、紀元1世紀には中国まで伝播した。 そして、さらに、朝鮮、日本、ベトナムに伝わっている。北伝仏教は、大乗仏教と同義ではなく、西北インドや西域諸国では、部派仏教も盛んで、中国にもその経典が伝えられたが、需要は限定的だったという。また、チベットは8世紀より、倉庵の設立や、仏典の翻訳を国家事業として大々的に推進、同時期に、 インドに存在していた仏教の諸長流を数十年の短期間で一挙に導入。その後、チベット人僧侶の布教によって大乗仏教信仰はモンゴルや南シベリアにまで拡大されていった。7世紀頃、ベンガル地方でヒンドゥー教の神秘主義の一長流であるタントラ教と深い関係を持った密教が盛んになった。この密教は、 様々な土地の収族や宗教を包含しながら、それらを仏を中心とした世界観の中に統一し、すべてを高度に象徴化して、独自の修行体系を完成し、秘密の儀式によって、究極の境地に達することができ仏となること、劣った素質のものでも十六世のうちに成仏できるとする。密教は仏教健全域に流布したが、東南アジア諸国では、 神座部仏教を国教と定めた各王朝が、大乗仏教を排斥するのに伴い消滅。現存するのはインドからネパールに伝わった。サンスクリット語の経典を用いる系統。インドから、中国、朝鮮半島を経由して、日本に伝わった。漢訳経典を用いる系統。インドからチベットを経由して、モンゴルにも伝わったチベット語経典を用いる系統が、残存するのみで。 土地の収族を包含しながら、それぞれの変容を繰り返している。考古学的には、スリランカ、そして、東南アジアなど、現在のジョーザブ仏教圏への伝播も確認されている。スリランカでは、東南部において遺跡が確認されており、神ザブ仏教と並存した後に12世紀までには、消滅したようである。また、 東南アジアではシュリービジャヤなどが大乗仏教を受け入れ、その遺跡は王国の領域であった大南部からスマトラ、ジャワなどに広がっている。インドネシアのシャイレーンドラ朝のボロブドゥル遺跡なども著名である。東南アジアにおいては、インドと不可分の歴史的経過をたどり、すなわち、インド本土と同様にヒンドゥー教へと吸収されていった。ありがとうございます。